記念すべき第1回大会東京レガシーハーフマラソン、この国立競技場をスタートフィニッシュ、一斉に東京の街に駆け出していきます選手たちです。エリートランナー、そして一般のランナー、パラアスリート、横田さん、選手たちが一斉にスタートしてきましたね、はい、そうですね、これだけのランナーさんがこう国立競技場にいるのも初めてのことだと思いますので、はい、本当にこの景色を見たかったなというふうに思っております、はい、フルマラソンの東京マラソンは東京都庁の前をスタートしていきますから、はい、また違った光景ですね。そうですね、やはりこの新国立競技場を出てまたここに帰ってこれるコースは、はい、本当にランナーにとっては貴重な経験になるのかなというふうに思います。それから3年前の MGC マラソングランドチャンピオンシップが行われたコースとほぼ同じコースを走れるということで、はい、もう一般とランナーも非常に楽しみにしてましたね。そうですよね、やっぱり本当にそういったオリンピックのこう歴史を感じられるコースだと思いますので、はいはい、一般のランナーの方は走るだけじゃなくてそういったコースも楽しんでいただきたいなと思います。選手たちは国立競技場をスタートしまして外苑西通りを北上していきます。天候は曇り、気温は 18.5 度、湿度は 88% と発表されています。まあ、太陽は顔を出していませんが、横田さん、はい、ハーフマラソンにとっては非常にいいコンディションになりましたね。そうですね、少し湿度が高いので後半ちょっと汗をかいたりとか出てくるかもしれないんですけれども、はい、日が出てない分は走りやすいかなというふうに思います、はい、ナンバーカード1番の姿も見えていますが、ND ソフトのムディソも前の方に来ています。やはり外国人ランナーがこの先頭を引っ張る形、日本勢もその後ろについているという状況です。最初は少し上り坂が始まっているこのコースです。大都市東京のビル群の中を駆け抜けていくというこのコースになりますが、横田さん、はい、最初はアップダウンがあって、まあ、下り基調というこのコースで、そのコースを折り返していきますから、残り15キロからの、まあ、この上りですね、はい、そこがポイントになってくるんですね。そうですね、やはり15キロ以降の上り坂っていうのが勝負の分かれ目になるかなと思います。また記録っていう面ではやっぱり前半の下り坂うまく使ってリズムに乗れるかっていうところが大事になってくるかと思います、はい。今最初の1キロが2分57秒ぐらいで通過をしていきました。ですから最初の1キロはちょっと上っていますので、これぐらいのペースになりましたね。そうですね、アップダウンがあるので、まあ、これぐらいのペースですね。思ったより速くないかなという印象ですね、はい、ですから大集団になっているこの集団になっています。ナンバーカード4番のケニアのヴィンセント・キプケモイ、この黄色いユニフォームの選手が引っ張る形、ナンバーカード1番の ND ソフトのアレクサンダー・ムディソバ、世界歴代4位の記録を持っている選手ですから、非常に有力ランナーがこのレースに参加をしています。ナンバーカード1番、この選手です。山形南陽市の ND ソフト、ニューイヤー駅伝にも出場しているこのムディソが、まあ、世界歴代4位、このロードハーフマラソンに無類の強さを誇っている選手ですね。いやー、この距離に関して本当にスペシャリストと言っていいと思いますね、はい、もう57分59秒ってのは1万メートルで言うと27分29秒なので。そうなんですよね、はい、もうそのスピード、1万メートル日本記録のようなスピードでハーフマラソンを駆け抜ける選手ですね、はい。そして世界陸上の日本代表の西山雄介もこの歩道側につけています。ナンバーカード6番、赤と黒、そしてそのゼブラカラーのそのユニフォームに身を包んでいる西山雄介です。西山もですから7月の世界陸上オレゴン大会を終えて少し休養を挟んで、これが復帰レースということで今の力を試したい、まあ、確認したいということを言ってましたね。そうですね、やっぱりマラソン明けは少し休んでゆっくりこう調整していると思いますので、はい、まあ、そういった中でこうハーフマラソンでもう一回スピードっていうところがテーマになってくるのかなというふうに思ってます、はい。まあ、来年の MGC マラソングランドチャンピオンシップオリンピックに向けたレースがあるわけですが、はい、この富久町西の交差点を右に曲がりまして、ここからは下り基調になっていきます、まあ、その今時期だけは発表されていまして、この秋に開催されるであろうということですから、それに向けた一つ調整という部分も選手たちはあるようですね。そうですね、まあ、東京で開催されるのであればこのコースも一部になるだろうっていう想定もあって、こういった実業団選手この時期にハーフにチャレンジしているのかなというふうに思います、はい。今先頭が YKK のニコラス・コシンベイに変わっています。ハーフマラソンは1時間21秒というタイムを持っている YKK のニコラス・コシンベイ、かつてはトヨタ自動車でニューイヤー駅伝に出場した経験もありますが、日本で移籍をしまして現在は YKK で走っているランナーです。ここは下りに入っていきます。やはり下りに入ってスペースを上げましたよね。そうですね、はい、やはり最初のアップダウンを終えて下りに入ってからここでペースを上げていきたいという選手たちです。旭化成のユニフォーム、
村山健太の姿も見えています。その前に大塚製薬の上門大輔の姿、それから向こう側に市田隆の姿も見えて、ですから有力ランナーは全てやはりこの先頭集団についています。今2キロを通過、5分49秒あたりで2キロを通過しています。選手たちは今2キロを過ぎました。まもなく男子は3キロを通過していきます。靖国通りを西に向かっていまして、まもなく市ヶ谷を迎えるという選手たちです。では男子移動は間近で見ている難波雅俊アナウンサーです。難波さん、はい、先頭集団縦長ですけれども、先ほど20人ぐらいの先頭集団からまたその列が大きく長くなってきました。入りの1キロよりもやはり1キロから2キロの方が選手たちのペースが10秒ぐらいペースアップしています。今選手の左手には防衛省、この後は市ヶ谷に向かっていきますが、先頭を引っ張っているのはやはりケニア勢、世界歴代4位のタイムを持っているムティソ、それからベナード・キマリ、そして国士舘大学の主力選手としても活躍しましたライモイなどが先頭集団にいます。ただその先頭集団の中でやはり日本の注目、 MGC の出場権を獲得している西山、市田隆、それから同じく MGC の出場権を獲得している上門の姿もあります。先頭集団緩やかな下りを市ヶ谷方面に走っています。3キロはだいたい8分36秒ぐらいで入りましたから、この1キロは2分47秒ぐらいで通過をしました。ですから横田さん、14分中盤では入りそうですね。そうですね、はい、まあ、下り基調ということもあるんですけど、日本記録に近いペースかなと思います。はい、さて一斉にスタートしました女子のレースです。こちらももう3キロを今通過していきましたので、横田さん、ある程度速いペースで入ってますかね。そうですね、女子もいいペースで入っているかなと思います。もうすでに集団分かれてますので、はい、9分40秒ぐらいでおそらく最初の3キロ入りました。この選手がまずニャガです。ナンバーカード54番のニャガ、1時間10分ちょうどというハーフのタイムを持っている選手です。その後方に日本の大森夏希選手の姿も見えています。ダイハツです。ですからピンクと赤、このオマレ選手が先頭、ニャガが今2位、そしてここに外国人ランナーチェブレトとサイナがいて、そして5位に大森夏希という、ちょっともうですから女子はかなり速いペースで始まったようですね。そうですね、ペースだけ言うと66分台とか7分前半っていうところのペースですので、はい、やっぱりこれぐらい分かれてしまう可能性があるかなというふうに思いますね。はい、現在日本人トップはこのダイハツの大森夏希選手です。さて今大会ではグリーンでエコな中継を目指して、リポートバイクに電動バイクを採用しています。そのバイクには熊崎和人アナウンサーが乗っています。熊崎さん、はい、女子のレースはいきなりですね、オマレが飛び出しまして、その後ろ日本の大森夏希が現在日本勢のトップ5番目を走っています。3キロの入りが9分43秒でしたので、自己ベストを上回る1時間8分台が狙えるような、そういうペースでまずは走っていっているというこの大森夏希です。自己ベストが2021年にマークしました1時間10分18秒ですから、自己ベストをはるかに上回るようなペースで外国勢に果敢に挑んでいっているというこのピンクのユニフォーム、ダイハツ大森夏希の姿が印象的です。まだ来年のマラソングランドチャンピオンシップ、パリオリンピックの選考レースの出場権は得ていませんが、この後その出場権も得てくる、そういった有力ランナーが日本勢のトップを走っています。立命館大学時代は、まあ、インカレのチャンピオンにもなりましたし、駅伝では優勝に何度も貢献しました。まあ、その大森が一旦は体調を崩した昨年のシーズンがありましたが、もう一度チャレンジしようと決めたパリオリンピックを目指す、その第一歩になるか、東京レガシーハーフマラソンです。さあ女子のレースもいよいよ間もなく4キロを迎えます。そして男子のレースも5キロに向かっています。男子のレースです。今飯田橋、そして神楽坂付近も走行しています。間もなく飯田橋の交差点が5キロですから、その5キロをチェックしていきます。今ちょうど5キロを通過していきました。14分24秒というタイムで通過をしていきました。横田さん、このタイムですがいかがでしょうか。そうですね、まあ、下り基調ということもあるんですけども、非常にいいペースですね、はい、ただ集団自体があまり落ち着かないんですよね、西山選手もこうどこで走っていいかっていうのをちょっとこうまだ見定めているような状況なので、はい、もしかしたら日本人選手ちょっと走りづらいのかなというふうに思います。今14分24秒ですから、日本記録から10秒遅れるだけというそのペースになりました。ただ5キロを過ぎて、やはりそのペースを見て、今ナンバーカード1番の ND ソフトの
ムディソがやはりペース上げましたね。上げましたね。やっぱりここからあの平坦にもなってくるので、はい、あのここまではこう下り使ってうまくつける選手も多いんですけども、はい、ここから平坦というところで、ムツ選手がペースを上げたという状況です、はい、外国人ランナーがこの先頭集団を引っ張り、世界陸上代表の西山雄介、先ほど給水を取りに行った川内優輝の姿も見えました。それからブルーのユニフォームの上門大輔、旭化成のユニフォームは村山健太あたりもつけているという状況。さあここからやっぱりちょっと縦長の展開になってきましたからね。そうですね。また西山選手横に中段横にずれてるんですよね、はい、なかなかリズムが合わないのかなというような印象です、はい、少しペースの上げ下げもあるかもしれません。黄色いユニフォームが川内優輝、先頭集団からはだいたい 50m ほど遅れているという川内優輝です。さて女子のレースです。女子のレースはMGC に出場する、その出場権を持っている選手が4人いますが、この赤いユニフォームが太田琴奈選手です。 JP 日本郵政グループです。今年3月の初マラソンで MGC の出場権を獲得したという選手がこのハーフマラソンに登場してきました。太田も5年目を迎えています。入社して3年間はその怪我で苦しんだその太田ですが、昨年初マラソンで2時間25分56秒というタイムをマークしてきましたね。はい、まあ、今回、まあ、男女混合レースということで、こうやって男性の選手、はい、男子選手にもこうの集団で走れるということもあの利点にはなってきますね、はい、そして山口遥選手、大塚製薬の福良郁美選手の姿も見えていました。まもなく5キロを迎えるというところ、集団には猫ひろしさんの姿もありましたね。ありましたね。あの観客の方あの盛り上げてましたよね、はい、そしてここに大森夏樹さんの大森夏樹選手が走っています。少しですから大森夏樹が15分59秒のオマレから28秒遅れて通過したということですから、横田さん16分27秒まずまずのペースで入りましたね。そうですね。あの今年あの 5000m でもあの久々に15分30秒切るようなペースで走って、あの記録で走ってますので、はい、スピード強化っていうところにあの実ってきていて、そこからじゃああのマラソン長い距離に移行していくっていう中でのハーフマラソンという選択なのかなと思います、はい、このハーフをきっかけにまた駅伝シーズン、それからマラソンシーズンでどういうきっかけをつかむか、この大森夏樹です。さて男子は一気にペースが5キロを過ぎてから上がりました。この先頭集団に日本勢つけているのは村山健太一人になりました。そうですね。やはり村山選手こう積極性っていうのが彼の持ち味ですので、はい、やっぱりこういった形であの外国人選手に食らいつく走りっていうのをあのもう粘り強く続けてほしいなと思います、はい、では間近で見ている難波さん、はい、やはり先頭集団5キロから6キロはペースアップ、この1キロが2分40秒くらいのペースで入っています。ケニア勢が先頭を引っ張る中で蛍光色黄色のユニフォームキプケモイが現在の先頭です。そこから10秒ぐらい離れて日本勢の姿がありますが、日本勢その先頭集団が大体日本勢の姿もありますけれども、そのケニア勢に村山健太がつきながら走っているという状況です。その村山健太の後方10秒ぐらい離れて注目の市田隆の姿、大体10位以降の集団でしょうか、市田隆の姿もあります。そして日本勢がその後方から集団になって追っているという状況。一番歩道寄りにはトヨタ自動車注目の西山の姿もあります。西山にとってもこの初めての東京の中心を走るレガシーハーフ、この舞台を初めて第1回大会を走れるというのは非常に嬉しいんだと、幸せを感じながら走りたいと話しています。来年の MGC も見据えながら、まだコースの発表決定は行われていませんが、3年前の MGC とコースがかなり似通っているということで、その MGC を想定した走りもしたいということを言っています。そして川内がかなり遅れていまして、この男子の移動車の先頭からはもう目では確認できないぐらいの距離に離れているという状況です。川内です。ちょうど今画面の後ろのあたり、蛍光色黄緑のユニフォームが川内優輝です。川内にとっても2012年の東京マラソン以来に久々にこの東京のど真ん中を走ることができると、今は状態としては 85% ぐらいだけれども、この大会をきっかけにさらに状態を上げていきたいという話を川内はしています。選手たちは神保町の交差点をカーブして、ここからは日本橋に向かって走っていくというところ。この辺りには多くの古本を扱う書店街もありまして、近くには大学も多く、普段は学生街としてもにぎわっています。多くの沿道のファンから手拍子拍手なども送られながら、選手たちは日本橋に向かって走っているという状況です。
先頭集団は12人、そこから川内優輝も遅れていったという状況を南波アナウンサーに伝えてもらいました。ですから一気にペースが上がりました。横田さん、その中で村山健太が今つけている状況ですね。はい、あの2分40に上がったところでもこうやって対応できるっていうのは本当に力がある証拠だと思いますので、はい、あのこのままついていって、あの記録という勝負に期待したいなと思います。はい、マラソンでも2時間8分56秒というタイムを2019年のベルリンでマークしています。このハーフでは1時間0分50秒というタイムをマークして、まあ、学生時代からこのハーフでは非常に力を持っている村山健太、あとはマラソンにどうやってつなげていくかというところですよね。そうですね、まずは得意な種目で勢いに乗りたいですよね。はい、こうやって積極的なレースを進めています。先頭はアレクサンダー・ムディソ、 ND ソフトが引っ張る形、まああっという間に国立競技場をスタートして神保町までやってきました。神保町の交差点を左折して靖国通りに入ってきました。このあと須田町の交差点で右折をして中央通りを日本橋方面に南下をしていくというコースです。また少し落ち着いたんでしょうかね、先頭集団のペースが。ちょっとペースが落ち着きましたかね、はい、様子ではこう後ろの集団が少しずつ迫ってきているような形に見えますので、まあはい、そうするとこう前の集団が揺さぶりのような形になってきますので、後ろは少しずつ詰めていけばまだチャンスはあるかなというふうに思います。はい、後ろの集団も今度は引っ張り始めたのがやはり世界陸上の日本代表、その西山雄介が引っ張り始めて、 MGC のその権利を持っている上門大輔も今この後ろにぴったりつけているという状況です。やはり実力者がこの自分のペースを守りながらというレースになってますね。そうですね、やはりあの上川選手と西山選手はクレバーというか、はい、自分の走り、自分のリズムを持っている選手ですので、まあ、2人で前を少しずつ追っていくということが大事かなと思います。牽制している時に詰めていく。もしこのコースが MGC 来年のこの時期東京で開催されるならどこがポイントなのか、この走りながら探りたいということを言ってましたね。いや本当にあのロードを走る上ではやっぱりコースの特性ですよね、はい、どれだけ理解するか、やっぱりこう地図じゃわからない特性っていうのがたくさんありますので、路面だったり小さなアップダウンとかが、そういったところはやっぱり実際こうやってレースペースで走ることで理解できることがあると思うので、本当にこう一歩一歩感じながら走っているのかなというふうに思います。横田さんも新谷仁美選手のコーチを務めていますから、はい、このコース東京マラソンの前にかなり試走をされたそうですが。そうですね、7、7、8回行きました、ね、そうですか、はい、細かなアップダウンもあるんですよね。細かいアップダウンが多いのと、やっぱりカーブも意外に多いですので、はい、そういったところでこう平坦に見えても足を削られたりするので、まあ、どういったコース取りをするかなども非常に大事になってくるコースだというふうに思っています。はい、今須田町の交差点を右折をしていきました。いよいよ中央通り、日本のど真ん中、日本橋方面に選手たちは向かっています。かなりペースの上げ下げがあるというこの男子のレースになっています。まもなく9キロを迎えていきます。第1回大会を迎えました東京レガシーハーフマラソン、相変わらず引っ張っているのはハーフマラソンの世界歴代4位のタイムを持っています、 ND ソフトのアレクサンダー・ムディゾです。ムティソがいて、それからアイス製鋼のカランジャも今隣につけてきました。アイス製鋼の2人の外国人ランナーもこの先頭集団につけています。それから YKK のコシンベイ、ここに日本の村山健太もつけているという状況です。いよいよ日本橋折り返し点に向かっていきます。まあ、横田さん、この東京の都心のど真ん中を走るというコースですね。はい、そこをこう世界のトップランナーたちが走っていて、はい、それをこう間近で感じられるのはすごいことだと思うんですよね。このキプチョゲ選手がこのコースを東京マラソンの時に走ったのも記憶に新しいと思うんですけども、はい、それよりも速いペース、同じかちょっと速いぐらいのペースで走っているので、はい、それがこの集団ですよ。すごい迫力だと思うんですよね。そして一般ランナーはこの選手たちとすれ違うことができるっていうのも魅力ですね。はい、応援もしながら楽しめるっていうのはこのコースの魅力かなと思います。はい、今折り返していきました。この先頭集団に日本勢唯一つけている村山健太、そして西山雄介が今6秒差あたりで通過をしていきました。上門大輔、さあ今折り返していきます。日本勢は今4人折り返していきます。こちらがホンダの原則俊です。ホンダの原が折り返していきます。ナンバーカード114番のアイス製鋼の坂本啓太の姿も見えています。市田隆はこの位置ですね。そうですね、少し遅れましたね。少し遅れてちょっと苦しそうな表情に変わっています市田隆です。1万メートルで世界陸上の代表を目指しましたが、残念ながら日本代表にはなれませんでしたが、市田隆です。さあ続々とランナーたちが折り返していきます。日本橋三越前の折り返し地点です。
今度は北上していく選手たちです。さあそしてこの先頭集団です。相変わらず村山健太がつけて間もなく10キロを迎えるというこの先頭集団です。やはり後ろからただ世界陸上の代表の西山雄介が追いかけ始めているというこの折り返し点を過ぎてからのレースになっています。ちょっとですからペースがまだ安定しないという状況なんですかね。そうですね、上げは下げが少しあの先頭の選手もやっぱり入れ替わっているので、でもこれがなんかハーフの魅力かなと思いますね。なるほど、マラソンだとやっぱりあの落ち着く区間が長くなると思うんですけど、はい、あとマラソンだとこう動きがあの出てくるのが魅力なのかなと思っております、はい、こういった違いもぜひ楽しんでいただけたらと思います。現在13位、スペシャルドリンクを取りました西山雄介です。では間もなく男子は10キロを通過します。南波さん、はい、ケニア勢の先頭がベナード・キマリに変わりました。ベナード・キマリにケニア勢先頭、そのケニア勢のペースに村山健太もついていっています。この集団の中村山健太がいます。1時間0分台のタイム、自己ベストを持っている日本人の選手は今回4人出ていますが、そのうちの1人の村山健太がここで粘りを見せています。そこから10秒ぐらい後方離れまして、世界陸上マラソン代表の西山雄介が走っています。西山雄介にとっても世界陸上では世界陸上史上日本人の過去最高タイムマラソンで出しましたが、入賞を目指す世界と戦うには全てにおいてレベルアップをしたいんだと、そしてこの悔しさをパリオリンピックでリベンジしたい、そういった思いを持ちながら走っています。さあ間もなく選手たちはこの10キロを先頭集団が通過していこうというところになっています。この神田駅の高架をくぐると10キロ、さあ今先頭集団が10キロを通過していく、先頭集団が10キロを通過していきました。トップはベナード・キメリ28分42秒、ほとんどタイム差なく村山健太1秒差、先頭集団が12人、このケニア勢に村山健太もついていっています。28分42秒という先頭集団のタイム、そして西山が28分54秒前を追いながら、さあここからペースアップ期待していきます。日本記録、小倉雄介選手が持っているその日本記録通過が28分27秒ということですから、日本記録よりやや遅れて今10キロを通過しています。そして女子のレースは間もなく日本橋三越前の折り返し地点です。まず折り返していく USE のオマレです。オマレが今先頭で折り返していきました。オマレが先頭、そして女子の現在2位の選手が見えてきました。この選手がナンバーカード54番のニャガです。1時間10分0秒というタイムを持っているこのニャガが現在女子の2位です。今折り返していきました。そして間もなく日本勢がやってきます。日本勢先ほど大森選手が先頭を走っていましたが、今度は山口選手に変わってますかね。まずその前にナンバーカード52番のサイナ、そしてナンバーカード208番のチェブレト、この2人がやってきました。これが3位と4位です。3位グループチェブレトと今サイナが通過をしていく。そして日本勢トップがこの山口遥、そして大森夏樹選手が今通過をしていきます。この2人が通過をしていく。さあ山口遥、そして大森夏樹の2人が通過をしていきました。そして JP 日本郵政グループの今太田琴奈、この太田も今折り返し点を今回っていきました。日本橋三越前です。日本勢は今3人がこの折り返し点を通過していきます。ちょうどですから山口遥、大森夏樹、この2人、まあ、先頭からはそれほど遅れずにというところで現在走っていますが、横田さんどういう走りに見えますか。はい、そうですね、北海道マラソンの時も山口選手こう終盤から先頭集団に追いついてそのままこう勝利していったというパターンがありましたので、はい、今回それを見ているようなレース展開ですね。そうですね、はい、北海道マラソンの優勝者、現在は市民ランナーとして活躍をしている山口遥です。大学は玉川大学、駅伝メンバーに入れずに卒業後は市民ランナーとして活躍をしています。2020年大阪で2時間26分35秒、まあ、月に1000キロ以上走るということで最強の市民ランナー、スーパー市民ランナーと言われているこの山口遥ですね。市民ランナーってもう呼んでいいのかどうかっていうレベルの選手ですよね。MGC に出場権も持っているという山口遥、はい、その向こう側に猫ひろしさんの姿も見えますし、これが一つこのハーフマラソン男女一斉にスタートするというこの TikToker の三塚選手、三塚選手が白い髪をなびかせていますね、はい、いますね、はい。ですからいろんな選手が今ちょうどこの東京のど真ん中を走っているとい
という状況になっています。今ですからこの3位4位の2人に日本勢が今追いつきましたね。そうですね、やっぱりじわじわ追い上げてきてますね、はい、山口遥選手も1時間8分台をマークしたいという思いもあるそうですが、MGC に向かって今手を振りました。手を振りました。北海道マラソンの時もこう応援にこう手を振りながら応えながら走られてるのすごい印象的でしたね、まあ、結婚もされてますから朝と午前中に走ることが多いと。朝と午前中に走って、ね、あの月1000キロですか、すごいですね。1500キロ行った時もあるということも聞いてますがそれだけの練習を多く積んでいるという山口遥選手です。その集団から少し大森夏希選手前半から行きましたからね、ちょっと遅れ始めている姿もありますが。そうですね、最後上りもあるので、はい、ちょっとこのペースで行くとちょっと苦しいかもしれないですね。ただ粘ってほしいと思います。はい、まもなく女子の10キロを迎えます。この JR 神田駅の高架下、ここが女子の10キロです。今通過はオマレ選手が32分20秒、これが3位集団ということになりますが、そのオマレからは48秒遅れて今この集団が通過をしていきます。30ですから3分台で通過をしていくということになりました。これが女子の3位集団です。サイナ、チェブレト、山口遥、大森夏希が今この3位集団として10キロを通過しています。東京レガシーハーフマラソン、レースは後半戦に入っていきます。こちらのレースはいよいよ皇居のお堀を背にしてまた東京の中心街に帰ってきます。大手門の手前で折り返しまして再び神保町に向かっているという選手たちです。日本勢村山健太はちょっと遅れて後方に下がっていきました。ですので横田さん、外国人のこの先頭集団に変わりましたね。そうですね、あと 3,4 キロは平坦なあのコースが続きますので、はい、まあ、そこまではあの、まあ、動きはそこまでないと思うので、まあ、やっぱ上りが勝負のポイントになりそうですね、はい、最後15キロからだらだらと上っていきまして18キロ地点からは一気に急坂も待っている、はい、この東京レガシーハーフマラソンです。今先頭集団が8人ほどに変わって1人遅れています。そして日本勢先頭は村山健太、その後方に西山雄介の姿も見えているという状況になりました。村山健太が現在10位グループを形成しています。そして西山雄介がこの位置です。西山は自分の状態を確認したいということを言ってましたが、横田さん、まあ、ある程度おそらくいい状態まで戻ってきたという走りにおそらく本人も感じてますかね。そうですね、マラソン走ってから、まあ、まだ3ヶ月経ってませんので、はい、まあ、そういった中でもあのもうすぐ村山選手捉えると捉えそうな走り捉えそうな勢いですので、はい、あのそういった中で、マラソン明けのレースとしてはあの非常にいい出来なのかなというふうに思います。同じ駒澤大学出身のその村山健太を捉える西山雄介の走りになりそうです。一番の転機は2019年の MGC を見たこと、チームの先輩服部優馬さん、それから高校大学の先輩中村翔吾さん、その走りを見て自分の甘さに気づいてそこから取り組みが変わったということで、まさにあの3年前の MGC このコースを走った先輩たちを見て心が変わったという選手なんですね。いや本当にあの2020年からの飛躍がすごいんですよね。すごいですよね。本当にそうなんだろうなっていう感じさせるコメントですよね。あのレース 42.195 キロ、 MGC をテレビで見てそして心が変わって、まあ、ニューイヤー駅伝3区の区間新もありました。そして初マラソンで、まあ、2時間7分台をマークするという素晴らしいタイムをマークして、世界陸上でも2時間8分台をマークしてきました。そして来年の MGC、 もしかしたらこのコースで行われるかもしれない舞台で今度は自分が掴むというまさに今イメージしてるんじゃないですかね。イメージしてますよね。そんなにこうもし状態が良くなかったとしてもこう先頭村山選手を追っていくっていうこの距離、はい、あと6キロぐらいですか、5キロぐらいですかね、そういった中で、先頭を捉えるっていうのをイメージしながら走ってると思います、はい、その西山雄介が現在このコース東京の街を駆け抜けています。そして女子のレースです。さて女子のレースですが、横田さん、オマレがですねこれ先頭変わってますかね。ニャガが今先頭に立ちましたか。本当ですね、はい、途中まで2位を走っていた今ニャガが先頭に立ちました。ニャガ先頭、そしてオマレが現在2位に落ちたという展開に変わりました。
今大手門手前の折り返し点、2つ目の折り返し点を通過して皇居のお堀沿いを走っているこの女子の先頭です。ニャガが先頭に立ちました。ここで首位が交代したという女子のレースになりました。1時間10分台のこのニャガですが、おそらく横田さん、相当自己ベストを更新する可能性がありますね。そうですね、あの男子のこう集団のレースとは違った面白さが女子はありますね、はい、こう先頭がこう激しく入れ替わって単独走になっていくというところで、はい、まあ、男女混合のレースですから男子の力を借りながらという、そうですね、そういったうまさっていうところも結構女子はポイントになってきそうですよね、はい、そうですよね、はい、まあ、新谷選手が日本記録をマークした時もヒューストンでしたが、まあ、宇賀選手が引っ張ってというレースでしたかね。はい、ですがあのアメリカの選手たちも、あの男性ランナーたちも途中から宇賀選手と一緒に新谷選手を引っ張ってくださって、はい、それで出た記録でしたので、はい、うまくこう男性ランナーを使うっていうのがポイントになってくると思います。そして車椅子のランナーもいますし、そうですね、いや本当にこのハーフマラソンいいですね。いいですね、いろんなランナーが、多様なランナーが今この東京の街を駆け抜けて13キロを通過しています。さて男子のレースは今6人が先頭集団です。徐々に絞られてきてますね。今東京ドームの前、水道橋に戻ってきました。一般のランナーが反対サイドを走っているということになっています。まあ、同じ時間にスタートした、そして、まあ、15分遅れでスタートしたランナーもいるんですが、東京の街1万5000人がエントリーして、さあ一斉にこの東京の街を走っている状況です。男子の 15km のタイムをチェックしていきます。まもなく男子は 15km を迎えます。今 15km を通過していきます。正式タイム42分54秒で 15km を通過していきました。横田さん、この42分54秒というタイムですね。そうですね、まあ、1時間ちょっと、はい、まあ、後半上るので、まあ、1時間を超えてくるかなと思うんですけれども、はい、まあ、非常にいい、本当に世界レベルのレースを見せてくれると思います、はい、日本記録をマークした小倉雄介選手のタイムが42分39秒というタイムですが、それよりも若干遅いタイム、はい、そして後半は上り坂が待っているというこの東京のコースです。そして外国勢、落ちてくる選手を今村山健太が抜いていきました。村山健太が抜いていきました。さあ村山健太粘ってますね、村山選手ね。そうですね、はい、一旦は先頭集団からは遅れましたが、その村山健太が今15キロを通過しています。山口です。今日本人トップを走っています。この集団で進んでいる日本人トップの山口遥、 MGC の出場権を持っている山口が今この集団で走っているという状況ですが、熊崎さん、ここまではどういう状況でしょうか。はい、山口がですね、大森を抜いた後は今一緒に3位、4位のサイナと一緒にずっとこの男子選手も含めて猫ひろしさんもいますが、そこを走っているという状況です。で、先頭のニャガからはだいたい1分ぐらいの差になって走っているというところで、山口の走りはですね、今手を上げたというところもありましたが、だいたいこう集団の前の方に出て走って、誰かの後ろにつくのではなく自分がペースを作っているという走りがこの辺りは続いています。今14キロを通過しています。それから日本勢で言いますと、その後ろにピンク色のユニフォーム、前半飛び出しました大森がだいたい山口からはですね20秒ほどの差で今走っているという状況になっている。この女子の選手、山口はかなりですね、応援声援に対して手を挙げたりする、まだまだ元気で、後半の上り坂も非常に楽しみな走りになっています。本当に先ほども手を振る姿が印象的でした。35歳の市民ランナー山口遥です。まあ、卒業後市民ランナーとして走り続けて、これだけ第一線も、ね、で活躍しているという山口遥選手です。さあ、そしてそこから前はちょっと空いてますね。結構空いてますね。女子の先頭はちょっと見えない状況になっていますが、東京ドームの前、まもなく山口遥選手がこの水道橋の交差点に向かっています。まだ見えないですね。そうですね、まあ、こうやって見ていても東京の都市、右側には東京ドームがあります。いや、東京マラソンの
試走させていただいた時も、はい、やはりこう街並みが綺麗なので飽きるポイントがないんですよね。あ、そうなんですよね。なのでずっとこうまあ、お客さんあの今は、ね、声援を送れないということもあるかと思うんですけども、はい、それでもこう東京の街が応援してくれるといった、そんな印象のコースですよね、はい、今大丸選手がいました。そしてこれが女子の先頭です、ニャガです。女子の先頭のニャガがこの位置です。まあ、ですから1位、2位、3位グループとはちょっと離れたという状況にはなっていますが、このニャガ選手も自己ベストを大きく更新するようなそんなタイムで今先頭を走っている状況です。まもなく15キロを迎えます。ケニアのニャガです。そのニャガの15キロをチェックしていきます。まもなく飯田橋の交差点を迎えます。先頭のニャガ今外堀通りを西に向かっている選手たちです。東京ドームの前を通過していきました。これから飯田橋そして市ヶ谷方向に向かっていく今15キロを通過していきました。先頭の女子の先頭のニャガです。48分43秒というタイムで今通過をしていきました。横田さん、このペースですが68分から9分ぐらいですかね。出ますよね、はいはい、70分切ると思いますね。ですから自己ベストを1分以上更新するようなペースで来ている女子の先頭のニャガです。そして男子はいよいよ最後の勝負の上り坂に入っていきます。東京レガシーハーフマラソン、東京の中心を走り抜けた選手たちはいよいよ国立競技場に近づいています。この後、横田さん、今も少しずつ上っているコースなんですが、はい、18.5 キロ過ぎからの急激な坂に入ってきますね。そうですね。ただその後下り坂もあるんですよね、はい、だからそこでまだチャンス、もう君井選手にもチャンスあるかなと思います、はい、では間近で見ている難波さん、男子の優勝争い最後の勝負どころをこの後迎えていきます。優勝争いは世界で4人しか持っていない自己ベスト57分台のムティソか、あるいは2020年の世界ハーフで9位になりましたキメリカ、少し遅れているキメリカ、あるいはこの並んでいる今年59分台も出しているキプケモイかという争いになっています。ここから強烈な坂に入っています。ラストの勝負、すでに 2.5 キロを切っていますが、2回大きなアップダウンがあります。富久町西の交差点に向けてかなりこの車に乗っていても坂を感じるような急激な坂、ここから一気に登っていきます。さあムティソかあるいはキプケモイかという今先頭の争い、2人が並んで走っています。この1キロに関してはだいたい3分ぐらいで先頭はペースを作って走ってきています。そしてここからさらに坂が急になってきます。富久町西の交差点に向けてより急な坂、沿道からの拍手を受けながらムティソとキプケモイが競っています。選手たちはケニア勢もこの57分台を持っているムティソと勝負をしたいと、そういった話をしています。さらにこの先頭のケニア勢から遅れることを、15キロの段階では49秒という差でしたが、村山健太、日本人トップも現在その後方を映像では捉えることはできませんが、その村山健太も走っています。さあ富久町西の交差点を上り終えて、ここからは急激な下り坂、さあ最後の勝負になります。まもなく残り2キロが近づいてきているというところです。その中でキプケモイが前に出ました。キプケモイが前に出ました。かつて YKK に所属したキプケモイが57分台を持っているムティソの前に出ています。この坂を見ますと3年前の MGC で中村翔吾選手、服部優真選手、そして大迫傑選手のデッドヒートを思い出しますね。思い出しますよね、さあその坂で一つナンバーカード4番のケニアのヴィンセント・キプケモイが世界歴代4位のムティソを突き放しにかかりました。やはりこの上りでしたね。上りでしたね。本当にアップダウンをうまく使いながら、はい、引き離したっていうレースになりましたね、はい、そして19キロを通過してまた四ツ谷4丁目に向かってのこの上りに入っている、上りに入って、ただ四ツ谷4丁目の交差点を終えますと残り2キロは一気に下っていきます。そうなんですよね。そこでやっぱり上り下りと得意不得意あるので、はい、やっぱり下り、登るとききつくても下りで一気に行ける選手もいるので、はい、まだまだ、最後までわからないですね、はい、ですからこの四ツ谷4丁目、ここがですから上りの頂点、ここからは下っていきます。ここから下っていきます。ここで、まあ、ハーフマラソンのスピードで来てこのアップダウンがありましたから相当ダメージもあるはずです、はい、ただもうあと下ると思えれば、はい、2キロっていうのはまだまだ力出し切れるのかなと思いますね、そのケニアのヴィンセント・キプケモイ、今年のコペンハーゲンハーフで59分09秒というタイムで走りました。
その元 YKK で走っていたキプケモイが現在先頭、そしてムディソが現在は日本の ND ソフトで走っているランナーですが現在2位を走って、富士通のキメリが現在3位を走っています。さあそして日本勢の村山健太ですが富久町西の交差点を曲がって上り終えましたね。粘ってますよね、はい、後半粘っている日本人トップの村山健太です。今年このハーフを終えてマラソンでどういう結果を残すか。村山健太が日本人トップを現在走って富久町西の交差点も曲がってきました。四ツ谷4丁目の交差点に向かっている日本の村山健太、旭化成の村山健太です。さあそしてキプケモイが後ろとの差を徐々に引き離しにかかってますね。そうですね、本当下りもうまく使いながら余裕を持って、はい、後ろの選手を引き離してますね、はい、最初も引っ張る姿がありましたがこのキプケモイ後ろのムティソをちょっと離してもう3秒から4秒もっと離れたかもしれません。結構離れましたね。そうですね、で、はい、では団地移動の南波さん、はい、ラストスパート今トップのキプケモイとムティソの差が手元で測ると8秒ほど離れています。さあこの下りを終えて国立競技場に向かって選手たちはこの外苑西通りを走っていますが、今シーズンまさに9月に自己ベストを更新したキプケモイがそのままの勢いでムティソを突き放しています。手元で測ると8秒から今9秒ぐらいの差になっています。この外苑西通り沿道にも人々も来ていまして大きな手拍子拍手を送っています。さあこの千駄ヶ谷の高架を通っていきますと今20キロというところです。もう20キロを通過していこうというこの先頭はキプケモイ、かつて YKK に所属していました。ニューイヤー駅伝も YKK 時代には3度経験をしています。日本のレースにも慣れています。キプケモイのタイムが20キロ通過が57分8秒というタイム、57分8秒というタイムで来ています。ですから大体1時間0分台前半から中盤ぐらいのタイムで来るか。そしてムッツソとの秒差は9秒だ。さあキプケモイがムッツソと差を広げている。選手の今左手にはキプケモイの左手には国立競技場、最後のスパート、ここでよりスピードを上げられるでしょうか。9秒差のムッツソ、さらにベナード・キメリは17秒というキプケモイとの差です。大きくこのケニア勢3人の差がまた開いています。この国立競技場はもう目の前です。左手には大きな国立競技場が見えています。さあ今シーズンベストを更新した目標は1時間以内だとこのレガシーハーフについては話したキプケモイが先頭でこの千住院の交差点を間もなく曲がろうとしてきます。最後のトラックの勝負に向けてラストスパートをキプケモイが走ってきています。当初は縦長の集団からケニア勢がやはり先頭を引っ張る展開でした。その先頭集団の中にずっと居続けたキプケモイが下り坂、このアップダウンのところで最後勝負をかけて世界歴代4位のタイムを持っているムティソを突き放しています。ケニア勢の選手たちもやはりこのムティソと一緒に走れることは大きな刺激だと挑戦をしたいというような声も口々にありましたが、その中で同じケニアの23歳キプケモイが先頭。さあ最後の千住院の交差点を曲がるラストスパートの勝負だ。差は広げている、優勝の可能性は非常に高まっている。あとはタイムがどれぐらいかというところ。キプケモイがスピードを上げてくる。さあキプケモイが国立競技場に入っていきます。この記念すべき第1回大会優勝に向けてキプケモイが国立競技場の中にトラック勝負に入っていきました。東京に生まれる新しいレガシー、第1回を迎えた東京レガシーハーフマラソン、トップで入ってきたのはこのヴィンセント・キプケモイです。今姿を現します。残り2キロからのあのアップダウンでこれだけの差をつけました。横田さん、いや 見事なスパートですね、はい、15キロから20キロ の5キロ上りなんですけども、はい、14分10秒台でカバーしたんですよね。そうですね、はい、もうこれ本当に世界レベルの走りですよね。まさにそうですね、はい、あの東京の最後のアップダウン上り基調のこのコースを駆け抜けたキプケモイです。さすがに59分9秒を今シーズンマークしたというキプケモイがこの第1回国立競技場をスタートフィニッシュのこのスタジアムに帰ってきました。59分台は難しくなりましたが1時間前半は出そうというヴィンセント・キプケモイ、世界歴代4位のムティソを置き去りにしました。第1回制したのはキプケモイです。第1回のチャンピオン
見事なスパートでした。1時間0分10秒というタイムで帰ってきました。そして世界歴代4位のタイムを持っている ND ソフトのアレクサンダー・ムディソン2位、そして富士通のベナード・キメリ、この2人はニューイヤー駅伝にも登場してきますから非常に注目のランナー。今3位でキメリがフィニッシュをしています。ムディソが1時間0分29秒、キメリが1時間0分36秒でフィニッシュをしています。やはりこの難コースですから残り2キロでかなりこう勝負差がつきますね。差がつきましたね。でもやはりあの坂っていうのが今回勝負の分かれ目にやはりなりましたね、はい、そうですね。今後もこの大会の早野ディレクターもこう世界屈指の大会を育てていきたいっていう思いがあるみたいので、あそこの坂がやっぱり見どころになりそうですね。そうですね、はい、ライモイが4位、そしてナンバーカード153番の選手が見えてきましたがディラングです。愛知製鋼のマチャリア・ディラングが今フィニッシュをしています。1時間1分11秒というフィニッシュになりました。村山健太も間もなく見えてくるというところ。さあ上角に変わってますね、はい、上角、村山健太、そして西山雄介、この3人が今日本人トップ集団ということで回ってきました。間もなく残り200ですから1時間2分内のフィニッシュになりそうですね。そうですね、最後のこう日本人トップ争い、はい、楽しみですね。上角大輔は MGC の権利も持っています。村山健太、村山健太は最後のスピードも持っている。その村山が前に出る、村山が前に出る。さあ村山、上角、そして西山雄介、さあ日本人トップは今旭化成の村山健太、今日本人トップで帰ってきます。ここまで6位までがフィニッシュをしている。そして7位の上浦が今フィニッシュ、そして日本人トップは村山健太、今フィニッシュを迎えました。全体の9位でフィニッシュ、9位村山健太、10位に上角、そして11位に西山雄介というこのフィニッシュになりました。続々とランナーが帰ってきます。村山健太のタイムが1時間2分14秒、上角と西山が1時間2分15秒というタイムです。そして愛知製鋼の秋山も帰ってきまして1時間2分31秒というタイムをマークしています。こうやって上位の選手のタイムを見ると、はい、やはりまあコンディションだったりとかあのコースが意外に思ったよりタフなのかなという印象ですよね。そのコースを走ってきました東京レガシーハーフマラソン、まあ、このコースで行われるのが初めてですからどういう感想になるか非常に楽しみです、はい、続々とランナーが帰ってきます。1時間3分台のフィニッシュになります。服部弾馬選手もゴールしましたね。そうですね、移籍をしました NTT 西日本に移籍をした服部弾馬、服部優馬の弟もフィニッシュを迎えています。日本人トップは村山健太です。まあ、果敢に先頭集団に食らいついたという今日のレースでした。ただ最後は粘り切って、はい、あの勝負に勝ったということはやっぱり大事なことだと思うんですね。そうですね、はい、あのやっぱり積極的に行って、まあ、切れなかった部分もあったと思うんですけど、やっぱり勝ち、はい、あの日本人争いに勝ったっていうのはあの今後につながるレースだったと思います、はい、そしてまあ同じくタイム、まあ、同じようなフィニッシュを迎えました上角大輔、西山雄介、この2人も MGC に出場しますがいい手応えを得たんではないでしょうかね。いやあのコースのもしここがあの似たようなコースになるのであれば、はい、やっぱりいいイメージというか、来年のシミュレーションというのができたのかなと思いますね。そうですよね、はい、まあ、ちょっとハーフマラソンとマラソン、フルマラソンでは少しスピード感が違うかもしれませんが、はい、ただこの東京でもし行われることになればいい手応えをつかんだレースになったと思います。続々とランナーが帰ってきます、まあ、およそ1万5000人がエントリーして今も一般ランナーを含む選手たちがこの東京の街を駆け抜けています。 GMO インターネットグループ青山学院出身の渡辺俊則も今フィニッシュを迎えています。東京国立競技場をスタートフィニッシュとして、あ、市田隆が今帰ってきましたね、はい、市田隆は間もなくフィニッシュを迎える。川内優輝が今バックストレートを走っています。市田隆が今フィニッシュを迎えて今ちょっと苦しそうな表情に変わりました。市田が1時間4分台、そして川内優輝が間もなくこのコーナーを回ってフィニッシュを迎えます。
川内選手も63分台ではみたいなコメントもされていたので、はい、そういった中で5分台なのでやっぱりタフなのかなってやっぱ思いますね。そうですね、はい、川内もフルマラソンは100回以上、そしてハーフマラソンはもう150回以上になるんではないかということを言ってましたが、現在はプロランナーの川内優輝、今東京国立競技場フィニッシュを迎えました。1時間5分台のフィニッシュです。川内が今フィニッシュを迎えました。川内が今42位ですかね、1時間5分台でフィニッシュを迎えています。まあ、天候も、まあ、味方をしてくれましたから、ですからまあ、コースとしてちょっとタフだという印象なんですね。そうですね、まあ、ただ10月のハーフマラソンというのはなかなかこう、まあ、学生の選手たちはよく走ると思うんですけども、はい、やっぱりあの実業団になるとなかなか走る機会も少ないですので、はい、あのそういった中ではあの気温という意味でも少し高めで湿度も高めだったので、はい、そういったところとコースというところで少し難易度が上がったのかなと思いますね。はい、では日本人トップ村山健太選手のインタビューです。失礼しました。では優勝しましたキプケモイ選手のインタビューです。ヴィンセント・キプケモイ選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレース振り返ってみていかがですか。Today was so good and because I ran well, it was an obstacle for running but I had trained well so I had good shape soWhen I was coming here, I was fully prepared to come and run this race. Yeah, I trained so hard because I knew that there will be a tough competition. I know there were some members here who is very strong, so I had very prepared well. Yeah.今日のレースとてもよく走れたと自分で評価しています。強い選手がたくさん来るとも分かっておりましたのでこれに向けて、かなりの準備をしてまいりました。その結果が出たことだと思っております。1 week ago, I was in Copenhagen, so and I was so a little tired because I ran there well. So I recover for 1 week, and then I come here, and then so and I'm happy for this performance today. え、先月コペンハーゲンの方で別のレース走っておりまして、多少の疲れはあったんですけれども、とてもいいレースができました。見事初代チャンピオンに輝いたキプケモイ選手でした。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。そして女子のレースも今先頭が帰ってきました。ニアガレス1時間10分ちょうどというタイムの自己ベストですから、横田さん1分30秒以上自己ベストを更新します。いや素晴らしいレースですね。やっぱり後半順位を上げて最後もこういったスパートを見せてくれて68分前半ですので、このコースでのこのタイムと非常に今後は楽しみですね。ニアガ優勝、女子のレースを制しましたキャロライン・ニャガです。自己ベストを大きく更新してこの初代チャンピオンに輝きました。世界記録更新があったという唐沢健也選手です。そして女子のレース、これがオマレが帰ってきました。 USE のオマレです。今年は山口ハーフでも優勝しましたし、ハーフでの実績十分というオマレが今帰ってきました。オマレが帰ってきました。2位です。1時間10分も切るようなタイムで来ました。女子のエリート、このオマレが2位でフィニッシュを迎えます。今フィニッシュを迎えました。うまく前半は下り使いながらリズムに乗っていたんですけども、やっぱり中盤以降少し足使ってしまったのかなという印象で、はい、先頭譲ってしまったんですけども、まあ、70分切ってしっかり走ってきましたね。はい、そして全体の3位でしょうか、山口遥選手が帰ってきました。1時間10分台のフィニッシュになりそうです。山口遥が今帰ってきます。ここまで2人がフィニッシュを迎えている女子のレースです。今山口遥が帰ってきました。これが全体のおそらく3位ということになりそうです。山口遥、やはり後半の強さ、その3位に上がってきました。来年の MGC もこの権利を得ているという山口遥、今3位にフィニッシュ。強いですよね。強いですね。はい、北海道マラソンに続き
本当に強さを見せつけてくれているので、この冬のマラソンとかもどういったタイムだったり勝負を見せてくれるのか非常に楽しみな、レースだったなというふうに思います。長ければ長いほどおそらく力を発揮するでしょうから、はい、フルマラソンが今年非常に楽しみな山口遥選手が3位に入りました。では村山健太選手のインタビューです。村山健太選手です。日本人選手トップでのゴールとなりました。今日のレース振り返ってみていかがですか。まずは皆さんこんにちは。応援の方いただきありがとう、応援していただきありがとうございます。今回自分の走りは、前半は、うまく集団についていけたんですけども、やはり自分の力不足で後半ついていけなくて、日本人トップを取るという最低限のまとめる走りしかできなかったことが、悔しいことでした。悔しかったです。でも自分自身この1年は、マラソンに向けて取り組んできましたし、今回のこのレースも自分が走る次のマラソンに向けて の, ステップレースという形で出場しました。次のマラソンに向けてしっかり調整していきたいなと思ってます。ステップレースとありましたが、今後どのような目標がありますか。まずは MGC がまだ出場獲得できていませんので、このレースをステップに MGC を獲得して、また自分自身マラソンで結果がうまく出していませんので、今年こそは自分がマラソンで結果を残せるように頑張っていきたいなと思ってます。今後とも応援の方よろしくお願いします。村山健太選手でした。まさに歴史的な朝を迎えました東京国立競技場。およそ1万5000人がエントリー。まさに壮大な光景です。男子のレースは7キロ過ぎからこの先頭集団外国勢の中に村山健太が食らいつく展開になりましたね。そうですね、村山選手が果敢に挑戦した見応えのあるレースでしたね。はい、9キロ過ぎからは少し村山健太が集団の後ろですが、この西山雄介が先頭集団からは遅れて13位グループに入ります。この最後の難所富久町西の交差点を曲がってからキプケモイが先頭に立ちました。やはりここは勝負どこでしたよね。やはりここが、これからも受け継がれるポイントになりそうですね。はい、これから名場面がたくさん出てくる坂になるんだろうなと思います。はい、初代チャンピオンは男子のレースキプケモイ1時間0分10秒という正式タイムでフィニッシュをしています。そして日本人のトップ争いは村山健太、上門大輔、西山雄介がフィニッシュ。村山健太が日本人トップを守りました。そして女子の先頭は途中からニャガが先頭に立って15キロ地点で2位と7秒の差をつけて、ここから独走態勢に入りましたね。そうですね、ここからさらに離しましたよね。ニャガが自己ベストを大きく更新するタイムでフィニッシュを迎えて初代チャンピオンに輝いたレースになりました。女子の日本人トップは山口遥、来年の MGC に向かって素晴らしいレースを見せてくれました。解説横田雅人さんでお伝えをしています。こうやって一般のランナーも続々とフィニッシュを迎えてますね。続々とフィニッシュしてますね。この光景見たかったですよね、新国立競技場で。いや本当にそうですね。はい、いつものフルマラソンの東京マラソンとはまた違った光景ですよね。国立競技場のフィニッシュを迎えています。秋の開催ということもありますし、冬のマラソンとはまたちょっと違った光景が見られています。では女子の日本人トップ山口遥選手のインタビューです。山口遥選手です。日本人選手トップでゴールしました。今日のレース振り返ってみていかがですか。最初スタートしてからはすごく早いなと思って、周りが早いなと思って焦った部分はあったんですけれども、見える位置で淡々と追って落ち着いて走りました。今日のレース今後どのようにつなげていきたいでしょうか。今日のレースは自己ベストを狙ってたんですけど、途中から3位入賞と、あと日本人トップで帰ってこようっていう気持ちで走っていて、勝負の面ではうまく走れたかなと思うので、ここの経験を生かして勝負に勝てるような選手になっていきたいなと思っています。山口遥選手でした。ありがとうございました。勝負ということは来年の MGC でということですかね。そういうことですかね。
横田さんも新谷選手のコーチですからライバル関係になるかもしれませんが、はい、しかも同い年なんですよ。あ、そうなんですよね、はい、ですから来年ねどんなレースになるか、はい、ちょっと今からワクワクしてくるような、いやもう強いんでちょっとチェック、はい、マークしないといけないかもしれないですね。そうですね、はい、日本人トップ1時間10分35秒でハーフマラソンも走り終えました山口遥選手のインタビューでした。勝負という言葉が非常に印象的でした、うん、印象的でしたね。ニャガそしてオマレ山口遥が1時間10分35秒その間日本勢では清田真央ロンドン世界陸上の代表が1時間11分18秒大森夏希選手が1時間11分46秒でフィニッシュ太田琴菜選手も1時間11分54秒でフィニッシュしています。